A4 公式。アステリスクスピードが上がらず惨敗する現象、通称、逆噴射について基本的に道中の減速不足で起こる。減速してるし中黒という人は減速してる気にな。9位は、オンラインのスレは、A19.1 機系のアビが出ない A2 乗口で発動級ベースや仕掛けの。縦落ち CJ がなぜか起動できないので久々に G1J4 やったが楽しすぎはロタ CJ より G1J の新作希望する。1落ち。今更買ってやってみたがゴール前は風車持ちがいいのか剛腕追いがいいのか追い持ちがいいのかさっぱりわからん。岩田追いが一番。七合わせてなければ剛腕持ちで OK。まあハードでやってりゃコテギレゴは超減速するから何やっても無駄というのが正解だけどなせめてモチベーション赤を保つために風車ムチブンブンや。これ新人補正ついてないよね。新人補正ってなんだ。平場マイナス3キロマイナス2キロマイナス1キロのことか。新人だとよく逆噴射するとかそういう話か。むしろ新人の頃ってすごい勝ち安くね。追い込んでインついたら道が開くし、先行してバテてもとどまらないし簡単な方に補正されてるような気がする。CJ 難しいな。ノーマルだと無双しすぎるし、ハードだと途端に勝てなくなる2008のエクストラが自分にはいいかも。15ハードは敵の仕掛けところが早くて置いていかれるのと、ポテギレ後のこっちの超減速が勝てない原因だろう70超えなら普通にハミマックスに。世代追加とエクストラモード追加だけでいいからさっさと新作出せやふんこえ。ハードでやってるんだけど障害レースで人気ススキって勝てるの。だいたい能力通りに決まってしまう差し追い込みで直線でのアビリティ持ちな。障害は強い者勝ちで仕方ない。60代より70代、75以上優先だよ距離ぴったりでも表示されてない芝ダート適正で適正ノーマルだったりでレボル。レース走ってるとたまにかすかにキュインって聞こえるけどこれって CPU もアビリティ使ってるってこと。確証はないけど俺も聞いたことはあるなレボッターあとポテ切れたら異常に接近されてた時はあったし一瞬のキレとかは発動してるのかもしれない。知ってません。これって弱い馬でもお手馬にした方がいいの弱い馬断ってたら青ばっかになって強奪プレイになっちゃう。23一乗数以上のお手馬を持っていない調べ教師との友よし度は自然低下するからある程度ジョッキーランクや知り合いの調べ教師が増えるまでは。ありがとうやってみる。チャンピオンズジョッキーは架空世代導入内のカーマンネリしてくる年代を変えて気分転換できて好きだったのにな。適当にスパホと帰り馬やさせて自分が乗らなければいいんじゃないか。各海外当選ラー1600は3200ベスト距離はやっぱ1602だろうな。相手はあれだったが怖かった。80